はい、皆さんこんにちは、タートルです。いや、今回はですね、このバランスボールを使って体幹トレーニングをね、3つ紹介しようと思います。まあ、なんでバランスボールを使うかというと、これ実はね、皆さんね、あるけど使ってないよっていう人多いと思います。そんな方、手を挙げてください。あ、ですよね、結構みんな持ってますよね。で、これ実際家にあるけど空気が結構抜けて、もう全然ほったらかしにしてホコリかぶってますよって方、手を挙げてください。わあ、結構いますね。いやー、これを使って今日は体幹トレーニングをしようと思います。やっぱりね、床でするよりもバランスが悪いところでやった方が短時間で効きますので、ぜひね、そっちを選んで効率よくトレーニングをしてください。じゃあまず、3つのうち1つ目いきましょう。まずはね、前面を使う方法です。まあ、このね、バランスボールの上でプランクをまずしましょう。肘ついて体を伸ばしてですね、はい、お腹しっかり引っ込めて息を吐きます。10秒。はい、10秒入ったらしっかりまた息を吸ってお腹を引っ込めながら息を吐きましょう。といった感じで行います。で、もう少しね、負荷を上げたいよって方は肘じゃなくって手を伸ばしていきましょう。ちょっとこれはね、きつくなりますんで、まあ、5秒程度手を伸ばしてですね、はい、この状態でといった感じで5秒です。もう一回いきましょう。はい、といった感じでまず体の前を使います。そして今度は横を使いますね。横は肘をつくんですが、普通の床でやるときはこの真ん中あたりを床につけるんですが、これは真ん中あたりだとちょっと重心取れないんで、ボールのど真ん中に肘をついてやります。で、手は腰です。はい、この状態で、おーっと、やる。はい、この状態で5秒ストップ。1、2、3、4、5。はい、休みます。はい、いきます。5秒。はい、1、2、しっかり胸張ります。4、5。で、足はですね、揃えるのじゃなくって上の足を前に、下の足を後ろにですね、このように並べて足を置きます。もう一回いきましょう。足見てください。こうです。1、2、3、4、5。はい、 OK です。といった感じでですね、5秒間を3セット、右左同じようにやってください。はい、今度は背中を鍛えます。ボールの真ん中にかかとをつけるようにして、手は下についてですね、お尻をしっかり持ち上げてバランス取ります。お腹をしっかり引っ込めながら5秒息吐きます。はい、吸って、はい、お腹引っ込めながら5秒キープ。といった感じで行います。で、今のが少し楽だよっていう方は、今度は手をついてですね、手は指先を前に向けて、肘を伸ばして体をまっすぐ胸を張ってですね、これでキープしましょう。1、2、3、4、5。はい、休みます。もう一度いきます。お尻上げて、はい、1、2、3、4、5。といった感じでやってください。はい、お疲れでした。今みたいにですね、持ってるけど使ってないよって方はぜひね、また掘り出して活用してみてください。今みたいにですね、バランスボールで3種目、だいたい5秒から10秒息を吐き続けながらキープです。できれば3セットから5セット行ってください。今日もご視聴ありがとうございました。タートル TV でした。